い、ワンピースが大好きな神木です。現在5月31日、もう5月も終わりますね、の正午ちょっと前ということで、まもなくワンピース1116話の1ページ目というのが公開されますので、それを一緒に見ていきたいと思います。はい、1116話、いいイムとも読めますからね。なんかね、イム様が出てくるんじゃないかとかね、そういうことも今言われてるみたいです。まあ、どっちにしろイム様出てきそうですけどね、どうなんでしょうか。とにかく今ワンピースというのは本当にもう核心に触れすぎていて、もう D の石は何なのかとか、もう空白の100年は何なのかとか、もうそういうことがポロッともう本当に明かされる段階に来ております。この1116話、1ページ目からそういうのが来てしまうんでしょうか。楽しみでありながらやっぱりちょっと怖いなという感じがしますね。はい、ということで早速いきましょう。まずはですね、直前後1115話、ちょっとおさらいしていきたいと思います。サブタイトルは大陸の断片ですね。ここもね、そのワンピースというその青い星ですよね、あの全体のことをね言うようなサブタイトルであったり、その情報開示っていうんですか、今までそういう規模のはなかったですよね。いや本当に壮大な、物語のフェーズに入ってきたというところですね。よく小田先生、その200メートルの海面上昇黙っておられましたよね。1000話以上、26年7年ぐらいですね。もう自分が漫画家だったらもう6話ぐらいで言ってます。小田先生って世界一口固いんじゃないですかね。はい、1115話、大陸の断片。まあ1ページ目でね、なんとあのね、まだ開国はしていない和の国ですよね。まあ非加盟国なんで、和の国の情報っていうのは外に出てないんですけど、一方でね、内側にもね、外の情報っていうのは入ってきてないだろうと思いきや、今の和の国というのは、まあオロチが置いていったね、デンデン虫のおかげで、世界中の情報も言っているようですね。そして今回のベガパンクの配信というのも聞いております。まあいろいろね、考えるとこ多いんですけども、まずはね、桃之助がジョイボーイを知っていて、そして海賊であったかジョイボーイという発言をしたことですよね。桃之助というのはどのタイミングでそのジョイボーイというのを知って、どこまで知ってるんでしょうか。最初に読んだ時は、あのおでん万有記にジョイボーイのことが書いてあったから、桃之助は知ったのかなと思ってたんですけど、まあ、これよくよく思えば、もうおでん万有記にはジョイボーイのことは海賊として書かれてると思うんですよね。だけど桃之助はジョイボーイが海賊であったことは知らないと。それを考えると、桃之助というのは、まあ、図任者と、まあ、会話をして和の国に行ってますので、その図任者との会話の中ですね、まあ、帰ってきたジョイボーイってまあ言ってましたけど、それを桃之助にね前もって言っていたからこそのあの発言だったのかもしれないですよね。まだジョイボーイがね海賊とは言われていたけれども、自身がね海賊であると、まあ、自認していたかどうかというのは分かんないじゃないですか。ジョイボーイとしてはただ単純に海に出ていただけだけども、周りの人たちとか二重の王国側が海賊という風に称していただけなのかもしれませんもんね。なので仲間であった図任者もそのことを知らないので、桃之助にジョイボーイのことを言ったけれども海賊であるという情報は言ってなかったと。まあ、そっちの方が可能性高いような気がしますね。そしてね、再登場がたくさん出て熱いわけなんですけど、なんと出ると思わなかった人たちもいっぱい出て、それがですね、まずデマロブラックですね、偽キッドになってましたね。もう愛くるしいですよね。そしてフォクシーも愛くるしかったんだけど負けすぎてますね。結構ね、デビーバックファイトであれ負けちゃったんでしょうか。しかしそれにしてはね、フォクシーっていうのはデビーバックファイトめちゃくちゃ強かったですし、ポルチェちゃんとかが持っていかれてないのがちょっと不思議じゃないですか。すっごいモブのね仲間とかもいたのに、そっちを先に取られてるっていうのが微妙なので、デビーバックファイトではない何かが起きてしまったのかもしれません。まあとにもかくにも、こういう風に再登場するとめちゃくちゃ嬉しいですよね。他にもね、ミスゴールデンウィークであったり、ミスメリークリスマスとかね、ドクタークレハとかね、もういっぱい出てきてますね。1116話でもね、誰かが出てくるんじゃないかなと思われます。そしてベガパンクはいろんなことを言うわけなんですけども、その900年前ですよね、空白の100年が始まった900年前ですね、その時に起きた戦いの火種というのはベガパンクも分かっていないと。まあ、だから善悪をつけれないんだよということを言ってますね。だからもうここはベガパンクの口からは明かされないので、じゃあ誰が明かすんでしょうか。レイリーとかはね何か知ってそうなので、まあ、その人物たちから明かされる可能性もあるんですけど、しかしそこはやっぱりワンピースですからね、ルフィたちが冒険してそこで行き着く情報として知らされるんじゃないかと、そう思われます。なのでここはね、エルバフとかでルフィたちが直接知るんじゃないでしょうかね。でまあそのエルバフに行くわけなんですけども、その前にね、まずはね無事にこのエッグヘッドを出なきゃいけないわけで、それがまた難しいんですよね。というのもね、圧倒的な強さを誇るナスジュロー星というのが描かれてしまいました。あんなんね、ちょっとゾロでもちょっとかなわないんじゃないですか今だとね。なんかね、あのパンクハザードでローがね SAD の施設を切ったような感じでもあるし、頂上戦争でねミホークが氷塊をね切った、ところにも似てますけども、さすがね世界に君臨する五老星ですよ。ナスジュロー星めちゃくちゃ強いしかっこいいんだよな。
あれゾロ勝てるのかな。まあ互角では戦えそうなんだけど、ちょっとね規格外な強さという感じがすごくしてます。そしてなんといっても分かったことでね、一番でかかったのが、この世界は一度海に沈んだと、200メートルね、空白の100年で海面が上昇したんだということですね。だから1000年前の、まあ、国々というのはほとんどが海に浸かってしまっていて、その大陸の断片の上というのをルフィたちというのはずっと今まで冒険してきていたということですね。そしてその原因もね、どうやら古代兵器らしいんですけど、その古代兵器をゴロウ星とかイム様は復活させようと思ってますからね、海面がまたこれから上がるということなんでしょうかね。でまた重要なのがこちらですね、空白の100年に起きた巨大な戦いは終わっていないと。まあなんとなくね、空白の100年で大きな戦いがあって、そして800年間今時が経って、またね大きな戦いというものが起きるんだろうという感覚でいたんですけども、そうではなくて、イム様とかゴロウ星、まあ、世界政府の感覚で言うと、空白の100年の戦いというのは実はずっと続いていて、今はただ休戦しているだけ。いつの日か古代兵器を復活させて、その戦いの続きをやろうとしていると、どうもそういうことっぽいんですよね。もう本当にね、壮大なスケールのね映画を見ているような、もう到底たかが漫画じゃ収まらない世界観がいよいよ描かれてきているというところまで来ております。でこの続きがね、1116はもう明かされるかもしれないんですよね。恐ろしいなぁ。ということで、あ、12時回っておりますので、ちょっとワンピース .com さんを見ていきたいと思います。来てるかな、ワンピースドットコム。あ、来てますね。あ、なんか仕様が変わってますね。1ページ目がワンピースドットコムを開いたところではわからないようになってる。見ていきましょう。ジャンプのワンピースをちょい見せ1116話ということで、行きましょう。はい。え、どこだここ。ここは、あ、アラバスタ王国のユバやんね。あ、コウザがいる。コウザ、これトットおじさんやろ。エリックやろこれ。あ、懐かしの面々の後ろ姿というのが書かれます。あ、ユバもね、豊かになってますね、ちゃんと。これユバですね。世界を海に沈めた兵器がまだどこかにあるって。あ、アラバスタ王国が映ってると、アラバスタ王国は今大変ですからね。国王も死んだというニュースが届いてるでしょうし、ビビがいなくなったというニュースも届いてるでしょうからね。はい、混乱を極めていると思われるアラバスタ王国のユバですね。懐かしいなぁ、ユバが出てきました。800年前の戦争がまだ続いてる。どこで？もう誰も生きてやしないの、本当だよ。あ、イム様出た。これは、リリーでしょう。リリーだよね。ネフェルタリディリリーでしょう。あー、なんかもうビビにそっくりだもん。ビビが欲しいって言ってたもんね。やっぱりイム様ってビビのことっていうか、リリーのことが好きだから、それにそっくりなビビを欲しいって言ってんのかな。なんかそんな感じがこのコマではするな。誰も知らなかった戦いがなぜ続くんだ。そうなんですよね。だってね、もう世界は統治できてるわけなんですよ、イム様とゴロウ星たちからすると。でそこをね、また、戦いを続ける、つまり海面を上昇させるということは、天井菌がなくなったりとか食料がなくなるわけですよね。今兵糧攻めをされてもう大混乱にね陥っているのに、マリージョにとって一見何もね得がないようなことをしでかそうとしてるわけなんですよ。その800年前に一回終わった戦いを続ける意味が今のところないんですよね。なので世界政府というよりも、まあ、イム様とゴロウ星だけは続けたがっていて、その他のチャルロス星とかのあの天竜人たちというのは、まあ、何もね知らないというか、800年前に世界を我々は統治できたんだぞという意識はあるけれども、そのもっと上ですね、世界のトップが考えていることは実は知らなくて、その天竜人たちさえも、まあ、ある意味ね騙されていたということになってるんじゃないかなと思います。あ、イム様のでっかい目が出てきましたね。ベガパンク、あ、これアラバスタ王国だ。アラバスタ王国ね、出てますね。ベガパンク、私は何を言うんだこの続き。どういうことだろう。これとにかくイム様はリリーの写真を掲げてますよね。これビビの写真かな。もしかしたらビビの写真の可能性もあるかな。こういう服着てるしね、ビビね。ただね、まあずっと掲げてそうなんで、さすがにこれはネフェルタリディ・リリーでしょう。まあどっちにしてもすごいそっくりってことですよね。ビビのお母さんのネフェルタリ・ティティですね。ティティにもまあ似てますね。まあこれイム様っていうのはやっぱりリリーのことを好きだった説が一番素直じゃないですかね。戦友という感じでもないでしょう、これも。あのポーネグリフをね世界に散りばめたのも、まあリリーっぽいんだけれども、まあいわゆる大罪じゃないですか。大きな罪なのに、アラバスタ王国を今まで潰していなかったのは、まあイム様がネフェルタリ家のリリーのことを好きだった、まあ、気持ちがあったから、まあどこかで踏み切れなかったと。その可能性めちゃくちゃありそうだな。いい加減イム様喋ってほしい。最近いろんなことが、大きなことが分かってきてるのに、
五老星とかはね、こう慌ててなんか言っちゃったりしてるけど、イム様だけはずっとね、てん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 ってなって、ゴゴゴゴゴゴゴってしかなってませんからね。そろそろなんか言ってください。恥ずかしがり屋さんかな？もうイム様の周り、カツンカツンとゴゴゴゴゴとてんてんてんしかないですもんね。はい、ということでこの続き、1116話は、6月3日発売の週刊少年ジャンプに掲載されると。いうことですので、またね、一緒に楽しんでいければなと思います。ベガパンクはね、私はと言ったこの言葉の続きがもう絶対描かれますからね。いやー、怖いけど楽しみだなー。どうなっていくんだろう。はい、皆さんの中で思うこの1ページの中でのね、まあいろんなことがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。あ、じゃあね。